Inori. Kocchi da, kocchi da. Hayaku ore wo tsukamaete miro. Mata. ぬいぐるみ好きなんですか。それならすこしくらいなら。やった！じゃあクマさんが悪者ね。みのりのお姫様がクマさんをやっつけるの。毛とか全部ひんむいちゃうの。毛を取っちゃう。
うの？だったらダメ。ベベタンには触れさせない。もうわがままなんだから。だったら人形遊びは終わり。今度はプロレスごっこだよ。任務開始。紫、悪の誇りを舞い掲げます。いざ鎮魂の夢に舞い散満足。うん、痛い。早くお家に帰りたい。あ、もう帰っていいよ。祈りいっぱい遊んだから。よかった。これでようやくお家に帰れる。ねえ、悪人のお家ってどんなところなの？やっぱり下水道の中の秘密基地？それともジメジメした洞窟とか？普通のお家。
じです。悪人が普通のお家に住んでるの？なんで？悪人なのに？早くお家でほっこりしたい。お茶を飲んでほっと一息つきたい。みのりと一緒だ。みのりも遊んだ後のお家が好きだった。もしかして悪人もみのりと同じなの？強い子、元気な子。新しい技思いついた。どうやら私の仲間が勝ったようですね。あなたももう諦めたらどうですか？諦める？バカを言うな。私が負けなければ蛇女の誇りは死なない。愚かですね。悪として生き延びたところでその先に安息の日々はないというのに。安息がないとしても悪には悪の生きる道がある。その悪の生きる道を滅ぼすのが私たち決戦の生きる道。善の生きる道です。どちらかの道しか生き残らないというわけか。その通りです。さあ私の勝利で学園祭の締めくくりといきましょう。鎮魂の夢に沈みましょう。雅、悪の誇りを舞い掲げよう。いざ鎮魂の夢に舞い散れ。ハッ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 ハ。目的は果たしました。これでとどめ。やめろ。邪魔をするな。みやびには手を出させない。僕が相手になる。やめろイブ。そんな体では戦えるはずがない。少し時間が稼げればそれでいい。ミヤビはその間に逃げてくれ。
蛇女は何度でも立ち上がれる。さあ来い、悪人の誇り、しかと見よ。もういい、興ざめです。ユミチーン、終わった？ええ、帰りますよ。あれ、敵の大将が生きてる。それに学校は燃やさないの？そこまでする価値がヘビジョにはありません。勝利だけで十分と判断しました。さあみんなと合流しましょう。うん。今回の学園祭は私たちの完全勝利です。きっとおじい様もお喜びになるでしょう。よかった、戦った甲斐があったね。みのりもすごく頑張ったんだよ。黒影おじいちゃん、みのりを褒めてくれるかな。ええ、きっと頭をなでなでしてくれますよ。本当にこれで良かったんだよね。どういうことですか？いや、別に深い意味はないんだけどさ。ただ悪人ってのが意外になんていうか、思っていたものと違ったってことですね。我もそれは少し感じた。悪人は滅ぶべきもの、それ以上でもそれ以下でもありません。戦いに迷いは禁物です。つまらないことに気をとらわれないように。うん、分かってるって。それじゃあみんな帰ろう。みやびさんを守ろうとしたイムさんの気持ち、果たしてあの気持ちも悪と呼べるのでしょうか。イムさんの行動は悪には見えませんでした。だから私はみやびさんとイムさんを滅ぼすことができなかった。しかし本当にこれでよかったのでしょうか、おじいさま。最高評価をいただき、至極光栄に存じます。忍びの極みに一歩近づきました。